はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。まもなく12時になろうとしてますね。今日もまったりしたいんですけどね、日は照ってます。千代田区23度ですからね、もう上着はいらないという感じです。さて、時事 .com のこんな記事ありますね。マクロン・ルペン両氏が決戦へ決戦へ、はいはい、決戦の線が選ぶなんですけど、これでいいんかな。前は決戦へ、現職一歩リード仏大統領選というフランスの大統領選挙が昨日ありましてですね、1位予想通りですけども、1位がマクロンさん現役ですね。で、2位がルペンさんになったということですね。ちょっと言いましょうか。パリ時事、フランスで10日大統領選の第1回投票が行われ、2017年の前回選挙と同じくマクロン大統領と極右政党国民連合 RN のルペン候補の決選投票進出が決まった。仏内務省によると、開票率 97% 時点で、得票率はそれぞれ 27% と 24% で、マクロン氏が一歩リードしたと。決選投票は24日に行われる。27と24ってのは、まあ3ポイント違いますよね。まあ結構あるやんと。もうちょっとスレスレかなと思ったんですけどね。まあまあ開いてるやん。でもそれにしてもですね、マクロンさん情けないですね。現役のくせして 27% というのは。もうちょっといきましょうか。投票率は 74% と見込まれ、すごいやん。第1回投票としては過去最高だった02年の 72%、約 72% とほぼ同水準。結構みんな行くんですね、フランスって。前回の第1回投票では約 79% だった。マクロン氏はウクライナでの停戦に向け、ロシアのプーチン大統領と何度も電話会談するなど、仲介に奔走する外交姿勢が評価され、でも結局失敗してるやん。プーチンを説得しきれなかったんですね。選挙戦序盤では高い支持を得た。ただウクライナで戦闘が長期化し、定年退職年齢の引き上げなどの公約が有権者の反発を招いて、中盤から支持率が低下した。一方ルペン氏は人種差別的なイメージを排除する南下戦略が奏功、国民の生活水準向上など物価高騰に苦しむ家計支援策に主軸を置いた主張を展開し、投票直前の支持率ではマクロン氏に1ポイント差まで迫った。そうですね。マクロン氏は投票終了後にパリで行われた集会で、支持者らを前にあなた方の信頼を名誉に思うと謝意を表明。一方、誤ってはならない、まだ何も勝負はついていないと述べ、陣営の気の緩みを警戒した。ルペン氏もパリで開かれた集会で、仏国民は意思表示し、私は現職と決戦に、進出する名誉に預かったと支持者らに挨拶し、マクロン氏に投票しなかった人は全て合流すべきだと強調し、決戦投票に向けて幅広い支持を訴えたということでですね、すみません、ちょっと、姿勢を変えつつ変えつつし過去ですね、その、ルペンさんというおばさんなんですけど、ルペンさんという名前はよく出てくるんですけども、決戦まで行きたんって初めてかな。いや、ちょっと覚えてませんけどね、5年に1回やったと思いますけどね、フランスの大統領選挙って。確か、違うかな。2017年、そうですね、2017年ですから5年に1回ですね。で、極右っていう極右政党なんですね、 RN っていうのが。で、そのルペンさんとおばさんで、昔はね、僕の子供の頃はっていうか、私が高校生ぐらいの時までは、その今のルペンさんのですね、お父ちゃんがですね、こういかにもこう極右みたいな、なんかね、戦闘服みたいなの着てね、やってはりましたね。で、その娘さんになって、なかなかですね、人気が出てきました。ただもう一つ確か極右政党あるんですね。で、4党で4人で争ったと思うんですけども、
で、もう一人のですね、極右政党の人が、の票がですね、決選投票ではですね、ルペンさんに、来るとですね、その勝ち目が出てくるわけなんですね。で、仮にその極右がですね、極右であるルペンさんがですね、勝ったらどうなるのかということなんですけども、ようわかりません。よくわからないんですけど、なんていうのかね、極右の主張というのは、フランスをフランスらしくしようみたいな、そういう主張なんですよ。で、フランスっていうのはですね、要は、栄光のナポレオン時代みたいな、ああいうフランスなイメージなわけですね。で、今、最近私、パリ行ったことないですけど、何年前ですよ、私が行ったのはもう40年近く前ですけど、その時点でもですね、パリなんか、これヨーロッパの間違いなというような一角もあるわけですよ。歩いてる人を見るとね。で、いや、やっぱり旧植民地からですね、どんどん人が入ってきてるわけなんですね。もうこの、どう言いましょうかね、その我々が知ってるトラディショナルなパリとはちょっと違う感じもあるわけですね。で、そういうことではなくって、こうトラディショナルなフランスの伝統を取り戻そうねと、そのためにやっぱしですね、その旧植民地から人が入ってくるのなんか拒もうぜと、キリスト教徒でないやつなんかいなくてもええんやみたいなね、そういう発想なんですけども、この記事を読んでると、それをちょっとそういう主張を抑えたというようなことが書いてあります。でもそれをしないことにはですね、彼ららしくないんですよ。対外的にというよりも対内的なんですよ、向こうのライトウィングの主張は。で、もちろん対外的にもですね、強硬なんですけども、もしかしたらですからね、あれなんですよ、ルペンさんが当選したらですね、EU 脱退っていうのもありえるんですよね。もうイギリスが抜けてですね、フランスが抜けたら何やねんそれみたいな話になるでしょ、EU が。そういうこともありうるんですけども、どうでしょうね。まず当選するかどうか。でも今ね、当選する確率ってね、5割はないと思うんですけど、3割4割出てきたんちゃうかなという気がしますね。なので、ね、マクロンさんね、頑張ってるんですけども、はい、カメラが途中で切れまして、何かなと思ったら電力不足です。充電式なんでね、油断すると切れるんですよ。で、遠くで見てますんでね、この電池マークがね、目に入らない。今、充電中です。さて、マクロンさん頑張ってるんですけどね、何年前、2年か3年前に、イエローベスト運動ってありましたね、なんかね。あれはなんか、ちょっとしたことでですね、民衆の不満が爆発して、びっくりするぐらい街が壊れてましたよね。あんなことがね、文明国のフランスで起きるんやなぁと思って、むちゃくちゃびっくりした覚えがありますけどね。だから、必ずしもですね、そのマクロンさんの支持が盤石というわけではないんですよ。まあ、見た目にね、男前ですからね、まあ、それでだいぶ得してるところはあるんですけども、どう言いましょうね、あれなんですよ。マクロンさんって、フランス人からするとね、むちゃくちゃなエリートなんですよ。で、フランスってね、もともとエリート主義の国なんですね。どう言いましょうね、東大と言わず、日本にあんなもんないですけど、エナっていう学校があってね、もう今それやめたらしいですけど、もう本当に国の指導者になるような人はですね、右の人も左の人もみんなそこに行ってたんですね。どうでしょうね、少数、本当少数制で、で、フランスの大きな企業の経営者とか、もうほとんどエナの出身なんですね。で、歴代大統領もほぼエナの出身。そういう、こう、エリートを養成しようという考えが、こう、浸透している国で、マクロンさんもバリッバリのエリートなんですよ。で、ただね、その、エリート主義というものを肯定している人もいれば、否定している人もいるわけですね。そんなんあかんねんって、もっと庶民的な人がええねんみたいなですね。そういう人の票もですね、ルペンさんに流れてるんですね。で、その、エリート以外の人たちの社会的な不満が爆発すると、イエローベスト運動みたいになるわけですね。非常にね、その日本もだんだん格差社会になってきますけど、階層社会なんですよ、ヨーロッパって基本的に。
あの今でも貴族はいますからね、なんとか伯爵とかじゃない人がいますんでね、そういう人たちとエリートの上層部とですね、中層以下の庶民はやっぱりその断絶があるって断絶があるわけですね。住む世界が違いますから、あの私らでもヨーロッパ人とこう交わると、あ、この人は労働者階級の人かなとこの人は違う階級の人やなっていうのを分けて考えるんですよね。で、私自身が労働者階級の出身で、まあ、いわゆる労働者じゃないんですけど、まあ、人に雇われていないんですけど、階層が違うとね、やっぱり格差があるんで、どう言いましょうかね、そんな親しくならないんですね。変な話。出身階層っていうのがあって。で、彼らもやっぱりそのエリートに対して不満を抱いてる人たちもいっぱいいるわけなんですよ。で、だからエリートであるマクロンさんは、その中層以下の人たちをですね、懐柔しようとしてですね、俺は、まあ、あのエリートなんだけど、君たちのことよく分かってるんだよという、そういうこうアプローチで来てるんですけども、あんまりうまくいかなかったと。まあ、そこまでは成功しなかったというのは現実ではないでしょうかね。はい、ということで、この、リリー .com の、一応貼ってみますんで、まあ、後で撮るかもわかりませんけども、今ほとんど読んでしまいましたけど、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。